はい、どうも、坂です。では、マイクラブやっていきたいと思います。現在1月25日ということで、スピードスターですね。こちらのガチャをやっていきたいと思います。確率はね、2.9ですけど、16名で、この人数なので、そこまでね、人数はね、少なくないかなとは思うんですけど、やっぱ確率的には低くなって設定されてますね。はい、で、上から行くとネイマール、ベイル、グリズマ、サンチェス、アザールいいね、アグエロ、ルカクね、ルカクスピードあるんだな。このポテンシャルはえぐいよな。スピードあるもんな。ルカクやばいな。5番目。そうっすね。その辺かな。こんな感じですね。クリバリ。いいね。基本的にね、足速い人は好きなので、誰来てもいいかなっていうところで、こちらも10回引いていきたいと思います。10回で黒が出るのかね、ちょっと、検証してみましょう。では、まず1人目。やっぱりね、黒引いていきたいですよね。黒黒。はい。金にもならず。シルバーはね、来たとてっていう。ブルマ。速そう。速いね、やっぱりね。やっぱ全員速いな。ここまで来ると。90代。90代いいね。レベルは58か。60超えてくる選手ならね、ちょっと育ててみようかなっていう気にはなるんですけどね。シルバーでも。はい、では2人目いきます。最低でも金は取りたいな。クリバリみたいなね、いい選手いるんで。そこ引けたらな。さあ、また金の手前だよ。フィリップス。おお、早いよ。いいんじゃないですか。やっぱルカクだな。やっぱあいつすげえな。身長ありきのスピードってあんまり見ないもんね。はい、3人目。遅れたな。いや、ダメだ。画面上に金は見えるんだけどね。やっぱシルバーの確率は高い。はい、4人目。はい、3パーになったからね。そうだよな。80パーもありゃ、そらシルバー引くよな。お！演出なし。一瞬来たかなと思ったけどな。クライン、いいですね。一応当たりですね。スピード。スピードのあるね、このね、ディフェンス、右か。一応ね、ダニーさんがいるんでね。リバプールなので、保有しておきましょう。はい、では、折り返しですね。5人目。いや、演出欲しいな。来ないな。
いや、いいよ。これ面白いな。スピードあるから。スピードスターいいな。はい。じゃあ折り返し、あと5回引いていきます。いやー、ちょっとね、成績悪いからね、最近ね。そろそろ黒引いておきたい。結局ね、先週じゃないわ。前回のやつもね、なんだ、マラドーナのガチャも、結局ね、後半の10回はね、余計だったかなと思って、ちょっと無駄遣いだったかな。まあ結果論ですけどね。あ、黒2つ今並んだぞ、今。黒。よし。うわー、さっきからの金の手前がばっかりだよ。はい、あと4回。いやー、3パーあったらなー、当たりそうな気もする。黒黒。あ、ダメだ。全然来ない。いいよ、ガーナの選手。なんか微妙だな。はい、あと3回。もうあと3回だよ。うわー、黒が見えてんのにな。え、早っ。いやね、ほんとスピードだけって感じするな。はい、あと2回。今んとこ熱かったな、金黒金ってね。ほら、もうシルバーばっかだもん。オーケーオーケー。あー、奥黒来てたな。よし、引いたぞ。いいぞ。おー、カラス、おー、カラスコ。いいじゃん。当たりだよ、当たり。いいね。こんなヒゲ生えてたっけ？わかんなかったわ。いや、これ当たりでしょ。左。いいね、デパイ。デパイより使えるぞ。いいね。フィジカルがやばいけど。いやー、とりあえず当たり引いたな。シルバー、じゃあ、ゴールドだけど。あと最後。最後いきます。最後これで終わりにしましょう。切りないんでね。まあ、カラスコで終わるのか、黒引くのかっていうところですよ。おー、でもまた金切ったよ。金じゃん。引いて引いて。引かなーい。ああ、孫文。はい。ねえ。まあ最後ちょっと微妙なところが来ましたけど。まあ悪くないですからね。まあアジアでプレミア行ってますから。パクチソンみたいなもんだよね。はい。まあ、今回はこんな感じですね。カラスコがもう大当たりというところじゃないですかね。
まあね、このスピードある選手、まあ確率がね、黒の確率がやっぱりね、低かったっていうのもありますけど、まあ、スピードはね、まあある意味、即戦力の人が多いので、まあこの辺ね、まあ黒来たらそりゃいいよな。はい、まあこんな感じですね。まあ一応、シルバー、じゃあ、シルバーほとんどでしたけども、3人くらいは金引けたので、まあ、確率的にはまあ良かった方じゃないかなと思います。はい、では今回はこんな感じですね。終わりにしていきます。ありがとうございました。